ということで、応用空間情報学3のガイダンスとして、2024年度からですね、新たに非常勤講師で、地球社会共生学に来ていただく加山陽一先生を、ご紹介しつつですね、どんな授業をやっていくのかということをちょっと2人で話ができればなというふうに思っております。加山先生は、もう地理、いわゆる地理空間情報の、プログラマーとしても、あとは、特にオープンソース系の、ナレッジとしても、それはプログラミングしかり、使い方しかり、あと、今回のテーマでもある、その翻訳っていうところも含めてですね、割ともう長年というか、GIS 業界としては、加山さんも何年の実績があるんでしたっけ？もう数十年です。38年ぐ何らい年？か 40 年近く。な。10年近くと思いますね。もう、あと10年で半世紀ってことですね。というところで、GIS そのものがそもそも進化してきたのって、80年代、90年代ぐらいからになるので、2024年の現在から、逆に、約40年ぐらい引き算すると、やっぱもう、1980年代にはもういじってた。ちょっと今日、80年代何をしてたみたいなのをあ、スライドがあるんです。あ、じゃあ、それはちょっと取っておきましょうか。はい。という実績を持たれている方で、特にこの授業で加山先生にお願いしているところとしては、地球社会共生学部、いわゆるグローバル系の学部として、ね、国際機関を目指す人たちもいれば、海外でいろんな仕事をしていきたいとか、海外の人たちといろんな仕事をするというところで、日本の国内にいても、やっぱりグローバルな人たちとのつながりというか、やり取りができるという、その中で言うと、英語ができて終わりというわけではなくて、やっぱり英語というツールも使いながらも、実際には、テクニカルにも、コミュニケーション、ある程度エンジニアと話ができるようなところも含めて、専門性を持っていく。で、空間情報の分野の中でもそういった意味で言うと、加山先生にはオープンソースの GIS ですね。もう世界中で今オープンソースのツールというものは、地理空間情報に関わらずいろんな分野で使われていますけども、特にその地理空間情報の分野では、QGIS という、オープンソースの GIS が非常に有名で、加山先生はその、日本語訳をもう本当に初期の頃から、携わってきた。いうところで、逆にそういったノウハウとかですね、まだまだいろんなトランスレーションとか、インターナショナライゼーションとか、グローバライゼーションとか、いろんな言葉ありますけども、基本的にはもともと英語で開発されていたオープンソースの、GIS をきちんと日本語圏の人たちも使えるような形で翻訳していく、その、ノウハウをぜひ学生たちに伝授してほしいというお願いをして、快く引き受けていただいたと。いう形になっています。なので、そんなにプログラミングが得意でない学生にとっても、翻訳だったらできるよっていう学生って多分地球社会共生学部すごく多いと思うんですけども、じゃあ具体的にどうやったらその翻訳の作業に、参加することができるのかっていうあたりもすごく実践的な内容として、おそらく授業を進めていただけるんじゃないかなというふうに思っておりますということで、この後は、加山先生にバトンタッチしながらですね、ちょっとどんな、形で授業を進めていこうと考えているのかというあたりを含めてご説明いただければと思っております。ということで、よろしくお願いします。画面出していいですか？はい、大丈夫です。お、宛名がですね。なんかなってる。あれ、ちょっ宛名がと。なってます。向かって右側しか出てる。左側が全く出てる。これか。これだ。そう、ああ、まだ立てるんですね。まだ画面の右側しかやっぱり出てるんです。あ、来ました。OK です。見えてます。スライド。右上のスライドショットですね。右上の。そっちです。はい、OK です。前と書いてある。
で、まず自己紹介、いろいろな組織に所属してますが、この3月末まで、測量会社にいましたが、退職してしまいました。で、主には OSGOJP とか OSGOORG っていうのは、先ほどありました、オープンソースの、GIS、空間情報のソフトウェアについてのいろんな普及団体です。あとはいろいろあります。タイで、ムさん、OSGO って何年からでしたっけ？日本の OSGO で2006、2006年。でも立ち上げの時ってことです。そうです、JP の、それもちょっと後で出てはい、きまわかりす。ました。はい。実は昭和の時代から空間情報のプログラムをしておりました。で、ここにありますバックスイレブンっていうタンスみたいなコンピューターを使って、あと1988年ぐらいに東京都の公共下水道管理システムっていうのをやってました。まだ都庁が有楽町であった時ですね。で、下水道局は大手町にありました。で、このコンピューター、えらく高いんです。で、ハードディスクが512メガバイトで500万円。それが東京都3台あったんで、ディスクだけで1500万円なんですけど、512メガバイトって、例えば今の、何ですか、例えばスマートフォンに入れているSD カードなんかも、もう今どのくらいですか、250ギガバイトとかそうですなんですね、はい、もう本当に512も出てきちゃってるぐらいですね。なんですけど、要するにメガバイトというのは、要するに1000メガバイトで1ギガバイトなんで、要するに、例えば、1ギガバイトだったら、あったら、今、当時の値段だと1000万円ぐらいですね。データ本体は多分全部で1億円ぐらいで買えたようなものです。で、実際はここ、東京都の下水道局のウェブサイト行くと、こういう図面が、下水道の管が出てきてるんですけど、本当にこれとここの図面に出てるような、下水管がどこに埋まってるかみたいな地図のデータ、それを作って、で当時とこれ、図面自体はまだ全く同じものです。で、それで、システムはそれから何回も変わってるんですけど、データはそれこそ昭和の時代からのデータそのものが継承されています。で、この図面の中でちょっと見てみると、こういう矢印があるんですけど、これが一体何かというところがちょっと面白いところで、これは善福寺川って川の上に、下水管からなんか矢印が出てる。これ大量の雨が降った時に下水管から溢れたそうな水を川に流し込む場所なんですね。で、当時作ってたプログラムで一体何やってたかっていうと、当時1時間50ミリの雨があった時に、これらの場所で、どのくらいの雨水がここに流れてきて下水管から溢れるのか、そういうのを計算するプログラムなんかをもう、ほぼ私が初めて作っております。で、そういうののプログラム計算して、結果を作るような作業っていうのを昭和の時代は結構やっておりました。で、昔、下水道の、水量の計算っていうのすごいお金がかかっていて、一つの流域を計算するだけで大体400万円ぐらいのお金が、業者に払わないとできないというのを、それをプログラムで、それまではまあ、計算弱使って手計算でやってたやつを、プログラムでやらせると、まあ、そうすると、まあ、400万もかからないでできてしまうというところがいろいろやってます。で、今、善福寺川って出てましたが、善福寺川って東京都、なんだ、吉祥寺の方から杉並区をずっと流れてる川で、杉並区ってとか中野区のあたりっていうのは、実はその昔はすぐこの辺の川があふれたり、下水道があふれたりして、大雨が降るとすぐ、水浸しになっちゃうようなとこだったんですよね。で、それでその時期に、要するにそういう災害があるから、じゃあその時一体、どういうふうに、なんていうかな、図面の管理だけではなくて、こういう雨量のデータを計算してデータを作る、要するに空間情報って一番最初はこういう図面を管理して、その紙の図面と同じようなものを、コンピューターの中に入れて、それが紙に出せればよかったっていうのが一番最初の段階なんだけど、紙に出すだけではなくて、その時は、下水管の本、要するにこの下水管っていうのは下水管の設計データがあるから、どのくらいの、水が流せるかとか、
雨が、この下水管はどの辺のあたりので、通ってるから、どのあたりに雨が降ったら、どのくらいの水がここに流れてるかっていうのは計算して出せるです。計算の式がいっぱいあります。ですので、要するに最初は図面だけなので、で処理をが見れればよかったんだけど、それをデータとして扱って、何かいろいろ計算して、そのデータをいろいろやると、この辺が雨で、いっぱい降った時溢れるんだろうかどうなのか、水害が起こるんだろうかどうなのかっていうような、そういう、そうですね、二次的に必要なデータを計算できる、して作れる。そのあたりが、要するに空間情報を単に見るだけじゃなくて、データとして使うときにすごい便利なところというようなのを、昭和の時代初めてやっておりました。で、そうすると、そういうデータを作ると、じゃあ、この辺は水害が多いから、例えばその水を逃がす場所ともどのくらいの規模で作らなきゃいけないかって計画を作ることができるので、例えば今、杉並のあたりだと、環状7号線っていう道路の下に、下水の水をに、な、あの、逃がすための大きい、トンネルができています。環状7号だけじゃなくて、今、あと環状8号って外側の、もうちょっと外側の道路の方向にも今、計画立ててます。だから、空間データっていうと、例えば下水管がどういう構造で、どこにあるのかっていうようなデータを使うと、いろいろな、なんて言いますか、空間データを使って計算して、いや、いろいろな有意なデータを、便利、世の中を良くするための便利になるようなデータを作ることができる。このあたりが、初めてそういう意味ではコンピューターで空間データを使って、なんか意味があるデータが作れた。で、それで結構、杉並区なりあたりの、水害が多分これのおかげで減ってるんではないかな、というような例でございます。だから、1億円のコンピューターで、いろいろやっても、多分水害の被害の方が、もっとお金がたくさんかかっちゃうんで、そういう意味では1億円のコンピューターでやっても安かったんじゃないかなというようなところがあります。まあ、図面だけだとそういう意味で言うと、いわゆる CAD で済んじゃうわけですよね。なので。その、なんていうかな、地図というか広い領域のデータがないんですよ。CAD はだから多分一本一本の下水管のデータはあったんだけど、だから雨がどこに降ったかっていうのをやった場合、要するにその下水管は地図上のどのくここらいに、の日、漏らされてるのか、それが重要になってくるんですよ。それがないと、要するに雨って一本一本の下水管に流れてたもんじゃなくて、要するにある程度広い領域に、で、大きな、たくさん雨が降った。または、要するに自分のとこが大した雨じゃなくても、その下水管の上流の領域に当たるようなところにいっぱい雨が降ったりすると、自分のとこの下水管が溢れちゃったりするというようなことなんです。だから、その意味では下水管の CAD データは、それ以前からあったんですけど、CAD データと地図がくっついてる。要するに、その下水管がどのくらいの水を流せるのかっていうのは CAD データがあると分かるんです。下水管の太さとか、傾きとか、あとそれがどういう構造でできてるのかとか、そういうのを元にする。でも、だから CAD データとその位置の情報、地図の情報が一緒になって、それでいろいろ使うと、いろんなことが分かるまあ、そこといがう。重要ですね。そうなんです。だから、重要なんですけど、今もなんだ、古橋先生なんかいっぱいやってるプラトーとかなんとかでは、建物のデータをいっぱい3次元でいろいろやろうとしてるけど、多分食べたものの細かいデータっていうのは CAD のデータを見ないとわからないはずだ。だからそこをどういうふうにいろいろ連携して利用できるようになるのかみたいなのが多分重要な話になってくるんではないかなというふうに思ってます。このあたりが昭和の頃の仕事でございます。まあでも基本的には変わってないですね、そういう意味で言うと GIS の本質的なところは。その頃はコンピューター、さっきも言いましたけど、コンピューターなんかめちゃくちゃ高かったので、
要するに、今のスマートフォンの能力もないようなコンピューターが1億円ぐらいしたんです。ただ今はスマートフォンは1億円はしないので、そういう意味では昔より安いお金でいろんなことができるようになってます。ただ使ってるデータは、の基本的な部分はそんなには昔と変わってないはず。昔に比べていろんな種類とかいろんな大量のデータが使えるとかっていうことがありますが、位置情報、地球上の地図上のどこにそのデータがあるのか、それによっていろいろ分かることがいろいろ出てくるという仕組みは、基本的には変わってないと思ってます。はい。昭和の話、ここまでよろしいですか。学生さんはまだ生まれてない頃だと思いますけど。僕も、あ、もう僕は思えてたかな。で、1990年代、いろいろ仕事をしてます。で、90年代、さっきの下水道台帳システムとかなんとかいろいろありますが、いろいろ変わってきてるのが、90年代の中ぐらいからウェブ地図、インターネットとか、ワールドワイドウェブって言って、いわゆる今で言うと、ブラウザーで、要するになんかアプリケーションを入れなくても、ブラウザーで地図が。情報を見れるっていうのが初めて出てきた、初めてというか、一般的に初めて使われるようになったのが90年代の中頃です。で、この頃も、地図でをウェブで見れるようにするみたいなのを、無理やりやってたんですけど、今みたいにスムーズに動くような地図ではなかったです。スムーズにウェブ上で地図が動くようになるのは、もっと2000年代の中頃ぐらいからなんですけれど、でも、無理やりいろんなものを作ってました。主にいろいろな国だとか自治体系の向けの、地理情報システムをいろいろ作っておりました。で、その次にですね、90年代後半から2006年前までフリーランスで仕事をしてました。会社を辞めまして、今もまた、久しぶりにフリーランスになったんですけど、で、地理法情報系だけじゃなくて、いろいろなシステム開発を担当しまして、そのところ、Linux という、オープンソースの、オペレーティングシステムが流行り出しまして、オープンソースソフトウェアの利用と、オープンソースコミュニティとの付き合いをその頃始めた。で、地理情報系のオープンソースもいくつかあって、それもちょびっとは使ったことがありました。で、2006年に、ある国家写真測量の会社に研究職として入社したので、それ以降は、空間情報システムの研究調査担当をやったんだけど、ちょうどその時ですね、2006年に先ほど出てきました OS ジオ財団、オープンソースジオスペシャルファンデーションっていう、これ字間違ってるな。まあいいや。というのができた。2006年の12月にそれの、日本支部が立ち上げイベントがあって、そのちょうだから2006年の9月に会社に就職して、何やろうみたいなのをいろいろ探してやった時に、OS ジオの、イベント情報を知ったので、2006、12月の日本支部立ち上げイベントにスタッフとして入って活動に参加したというのが、オープンソース GIS との、付き合いの始まりです。これがオープンソースジオスペシャルファンデーション OS ジオ、これは世界組織です。で、ここのホームページに、ウェブページに行きますと、いろいろな、プロジェクトについての情報がたくさんあります。OS ジオ財団っていうのは多数の、オープンソースプロダクト、要するにオープンソースの、空間情報のシステムって言ってもいっぱいあるんですね。今回使い、あの、ちょっと翻訳とかやってます。QGIS とか、グラス、えーと、グラス、えーと、GDAL とかっていうのの他に、デスクトップのシステムとか、ウェブの用のライブラリですとか、データベースですとか、いろいろなものがあります。お時間あるときに、ここのホームページ、ウェブページで見ていただいていいと思います。で、この組織は世界中にたくさんあるその地域別、言語別、地域別の組織の、連合組織でもあります。だから日本支部というのもそういう意味では地域別の組織の、一つです。で、ここには、アカデミー系や政府や自治体、
民間企業、いろんな独立、そんなの関係ない、独立したような人たちが、要するに本当にオープンソースで、ね、空間情報をいじりたいという人たちが、開発者であったり、利用者であったり、いろんな人が集まって、年に1回世界カンファレンスをやってますし、アジア地区とか北米地区だけのカンファレンスとか、日本でも日本の国内のカンファレンスとかイベントをやってます。ですので、そこに集まってる人たちと知り合いになって、そういう人たちがどういうふうにそういう空間情報を使ってるかとか、何に問題意識を持ってるとか、そういう情報を仕入れるための知り合いを増やすためには、ものすごいいい組織です。で、オープンソース、OS 事業財団、オープン、あ、OS、今、日本支部は OS 事業日本支部という名前になってますが、そこの活動として、2009年から2011年、なんて言いますか、文部科学省の、宇宙利用の研究課題って言いまして、衛星データをどういうふうに使ったらいいのかっていう研究課題を文部科学省がずっと、お金出してやってるんですけど、オープンソースの GIS をそういうところで使うにはどうしたらいいのかっていうので、そこの課題の委託を受けて、こういうような、研究活動を2009年から2011年までやってました。で、いろいろあるんですが、一番ここの下にありますグラスハイフォン QGIS の統合インストラーっていうところの QGIS の部分を私が担当しまして、まあ、当時は日本語ドキュメントの日本語翻訳とかが、まあ、メニュープログラムの、メニューが日本語になってるっていうところが一部分はできてたんですけど、ちゃんと全部はされてなかった。それで QGIS のバージョン1.6というところで、全部日本語化するという作業を担当しました。で、まあ、ここがいろいろ報告書がいろいろ出てきております。で、地理情報システム学会でその時の作業とか、そういうのをどういうふうにしましたみたいな、論文を2014年の大会で出しておりますので、ここの、PDF をダウンロードすれば読めますので、ただし、当時と今回の、なんだっけ、授業でやるシステムとかは、データ共有のシステムは違ってます。ですんで、ここに書いてあることは、昔はこういうふうにやったよというふうに見ていただけるといいと思います。今、今回の授業でやるのは、当時より相当進化しておりますので、ぜひ新しいのから、まあ、皆さん、手つけていただけるといいと思います。QGIS は、実は、例えば、QGIS のコミュニティは、しょっちゅうハックフェストとか、ユーザーカンファレンスとかっていう、まあ、QGIS だけについて、いろいろ、みんなで集まって、情報交換して、ワイワイ騒いで、お酒飲みましょうみたいなイベントを、毎年開いてます。この左のやつ、写真は、イギリスのブライトン、サセックス大学っていう大学でやった時です。で、右上が、なんだっけな、ルーマニアの、ブカレスト。で、右下が、ドイツのボンで、QGIS の発火。いろいろなイベントやってます。で、ここで要するに世界中の QGIS 利用者が集まって、で、ここに参加してる間はずっと実は食事とかは無料ですので、いろいろ面白い知り合いが増えるので、もしいろいろ興味を持った人がいたら、いろいろ参加したり知られてみると面白いかもしれません。で、この辺りのそのコミュニティとの付き合いっていうのがものすごく重要です。QGIS のコミュニティは、または OSGeo の ORG っていう、そのまあそういう空間情報のを利用したい世界中の人と情報共有ができる。あともう一つは、QGIS のプログラム、文章を日本語化するっていうのは、どうしても国内の会社なり、大学なりでは、どうしてもこの辺のソフトウェアなり、データなりの情報っていうのを日本語化された情報からしか利用してない人
とか会社がものすごい日本の場合はパーセンテージが多いです。外国の情報を見に行かない。ところがですね、一番下に書いてありますように、デジタルの空間情報に関する情報で、英語の情報と日本語の情報は多分桁違いに違います。多分、あと10倍以上の英語の、情報の量が多いです。ですので、もしこれから空間情報を使って何かいろいろ研究したり、仕事をしたりということをやりたいなり、またという場合、ぜひその英語の情報がある場所を見に行く、それと英語で発信している人の情報を読んでみるというのは、まず一番重要になります。ただし、日本の中でもしいろいろやりたい場合、日本語化をして、その情報を広めるということも、必要と言ったら必要ですが、それは、まずこれからの若い人にとっては、その二次的な作業として考えていただければいいんじゃないかという気もしてますが、まず。特に最新情報ですよね。もう新しい情報は絶対英語がしか出てこないので、もうそのあたりのキャッチアップの、アップデートしたタイミングで、そういう意味では、多分その日本の空間情報系をいろいろ研究している大学の先生で、その海外情報をゴリゴリ見てるのは古橋先生ぐらいではないかないとや、いう気も。そう、瀬戸さんとかも含めて、OSGO のメンバーぐらい、やっぱり、かなとは思いますけどね。ただ、やっぱり、普段から、それこそ GitHub しかりですけども、どんどん情報は出てき、常に流れてくるので、そこをきちんとキャッチアップしておかないと、先ほどの、そこにやった話も、やっぱり過去のやり方であって、新しいところに追いついていかないところは、むしろ自分たちで切り開いていくぐらいの気持ちのある学生がいっぱい参加すると、嬉しいなと。僕も思ってます。そういう意味では、ものすごく、なんていうか、そういうところに取り付ける可能性を提供してくれる先生としては、古橋先生のところにぶち当たった学生さんはラッキーだった。ありがとうございます。そう言っていただけると。本当にそういう英語で流通している情報とか、オープンで流通している情報について、興味のない先生なり、もっと言えば日本の企業の中ではそういうところがものすごく多いので、古橋先生がいろいろ用意しているチャンスをできるだけ使っていくと面白いと思います。はい。で、はい。ここで一つ、そのデジタル空間情報を学ぶ場合の問題点として、一つは、実はデータの種類っていうのがものすごい。これいつも話題になるやつですね。はい。データの種類の理解、それと操作方法の理解、要するにデータが例えばそういう意味ではデジタルのデータとしての型の違いの話と、それが例えばいろんな座標についてもいろんな座標とか持っていて、そういうのの操作方法の理解が難しいです。ですので、これをちょっとうまく整理しなきゃいけない。それと先ほど申しましたような、日本語情報と英語情報の量の差がありますので、日本語情報も必要ではありますけど、日本語情報にとらわれると、ちょっとやばいですよというところがございます。だから、このあたり、そういう意味では、コミュニティとの付き合い、こういう国際的なコミュニティと付き合うのも重要。それと、文章の日本語化、どうしても国内では日本語化された情報しか使ってない人たちがいる。で、桁違いで違うので、というところがございますが、これ同じところが2回来てるな。一つ、重要なのが、要するに、そういう技術情報がデジタルの文書として、今、インターネット上で利用できるようになってる。紙にしたりなんなりすることがある。で、理解しなきゃいけないのが、要するにデジタルの文書の共有方法、作成方法、あと国際化とローカライズ。こういうところを、基本部分をちょっと理解したり体験してみると、
面白いなと思いまして、それを、ちょっと体験できる場所を今回の授業で、用意したいと思います。で、まあ、一つは技術情報の共有がデジタル文書でやる必要がある。紙の文書でもいいんですけど、デジタルの方が再利用だとか検索だとかいろいろなことができます。それと、情報の主流は英語情報。でも可能なら他の言語に翻訳した情報もあった方がいい。ということで、実はその英語のデジタル文書を国際化するとき、つまり、例えば国際化っていうとに、日本語にするだけじゃなくて、例えば中国語でも、韓国語でも、韓国、朝鮮語でも、中国でも、まあいわゆる人民共和国の方と台湾の方の、中国語が違います。まあ、あとベトナムだとか、あとアラビア語だとか、いろいろな言語があります。だから日本語にするっていうだけではなくて、国際化するときにどういうふう、多言語で扱えるように、切り替えて扱えるようにするという仕組みが、実はいろいろあります。ですので、その英語文書、国際化する文章を国際化した場合、どういうふうにやっていったらいいのかっていういろんなフレームワークがございますので、それの、仕組みの話と、ローカライズっていうのは、だから国際化された仕組みを使用して、利用して、その言語、まあ、言語だけじゃなくて、例えば通貨記号ですとか、時間の表記ですとか、いろいろ、ロケール情報というふうに言って、その国ごとにいろいろな文字なり、いろんなのの表現の、仕組みがいっぱいあります。そういうののやり方とか仕組みというのを、一つ、あいつか、このじゅ、あの授業の中で体験していただけると面白いかなと思ってます。で、デジタル文書に必要なことっていうのが、一つは、編集ができる。印刷ができる。あと、ネットで公開共有できる。で、そこで重要なのが、いろいろ、あとは出てくるんですけど、ネットで公開して共有できるということの上で、それが、要するに、例えば Google でも何でもいいんですけど、検索をする、キーワードを使って検索できることができる。で、検索でするためには、実は、まあ、全文検索でもいいんですけど、検索用のインデックスというのを作ることがすると、検索の、なんていうかな、いろんな引っかかり方が良くなります。で、インデックスっていうのは、例えばそのテキストの文章ですと、まあ、あの、ひ、ひと、あの、あの、なんていうかな、テキストの文章から例えば空間情報っていうような単語を探し出す場合、一文字ずつ、デジタル文章を比較してやるっていうやり方もあるんですけど、インデックスってなると、その文字情報、デジタル文章を読み込むときに、最初、その何て言うかな、形態素解析って言いまして、例えば日本語でも、英語の場合は、いろいろな単語がスペースで区切られてるからいいんですけど、日本語の場合は日本語の文章を、一応一つずつバラバラにして、単語ごとに切り分けるたというのを形態素解析という言い方をします。で、単語ごとに切り分け、要するに例えば何かのデジタル文書のインデックスを作る場合は、そのデータ、あの、テキストの文書の中から単語を、文章を単語に切り分けて、で、それぞれの単語が、各デジタルのテキストのどこに現れるのかっていうのを、何行目の何文字目に現れるかみたいなのを、別に索引として、データを作っておくことができます。そうすると、なんとかっていう単語で、検索をすると、その索引の中を検索すると、その単語がある文章の一覧が出てくるということがあります。で、それまでは単純に検索インデックスを作るだけであったら高いんですが、その後の下、インデックス単語間のつながりをデジタルで表すことができる。あと、で、インデックス間のつながりを再利用して知識ベースとして利用することができる。これが、最近結構重要な話になってきております。
単語間のつながりっていうのがよく言われるのは、表記行列っていうのがありまして、例えば2つの単語があったときに、その2つの単語がある文章の中で出てくる回数がどのくらいあるのかによって、その単語のつながりをデジタルで表すことができます。で、それが、そのつながりによって、例えば、その文章のなんとなく意味が、なんとなく分かるような感じの検索ができている。で、もっと一つ、その下は知識ベースっていうような感じになりますけど、その単語のつながり方の、なんて言いますか、それの表現の仕方をもっとちょっと高度ないろんな再利用して、いろんな関数で表現できるようにしています。で、このあたりが、最近すごく話題の LLM か、ラージランゲージモデルっていうよく言葉があるんですけど、最近有名なのだとチャット GPT っていうのが出ますよね。だからチャット GPT って、検索っていうよりは、チャット GPT に何々を教えてくださいみたいなのをやると、それについての文章を返してくるんですけど、その文章を作るときに、文章を作るときに、その単語の間の、関係性を、いろいろなやり方があるんですけれど、デジタルで表して、その関係性の中から、問い合わせられたことに回答する文章を作っていくっていうのが、いろんなノウハウがいっぱいあるみたいなんですけど。ですので、デジタルの文章っていうのは、いろいろ、大昔はそれをデジタルで文章を書いておくと、編集ができて、印刷ができればよかったんだけど、そのデジタルの文章っていうのをデータとしていろいろ使って、新しいその価値を作り出すということがいっぱいできるように最近はなってきています。ですので、そういう意味ではデジタルの、自分らが持って調べたこととかで作った知識とかいろんな技術なりをどういうふうになデジタル文章にして表現したり共有してきたりすることができるっていうのは、ものすごくそういう意味では今これからの世の中の中では重要な手法になってきてますので、その辺の、なんて言いますか、やり方をちょっと体験していただけるとありがたいなと思います。どうですか。はい。で、そうしますと、デジタル文章って一体何か、デジタル文章の構成要素っていうのはテキスト、これはいろんな、どういう内容の文字が入ってるのかというのと、あと、スタイル、段組み、装飾、図表っていうのがあります。で、これの表現の仕方が、いろいろ文章の作り方によって変わってきます。で、形式類としては、例えば MS Word とか OpenOffice とか LibreOffice とかっていうのは、いわゆるワードプロセッサーっていう、専用の、文章を書くための、プログラムを使って作ったデジタル文章です。あと PDF っていうのは、印刷をきれいにするための、共通規格みたいな形になってます。ここにいろんな検索用のデータを埋め込むこともできますが、なかなか、いろいろ検索したり、再利用したりするのがちょっといろいろ難しい形式ではありますが、でも、なんとなくきれいな文章を作って、公開して共有するためには PDF がいいので PDF をよく使われるという形の人たちもいます。で、その下にですね、マークアップっていうのがあります。で、マークアップっていうのが、実はページを記述するための、いろいろな、規約なんですけど、その中にですね、いろいろなものがあります。一番左がラテックスって書いて、ラテフってこれは読みますね。ラテフとか HTML、マークダウン、リストラクチャードテキスト、この辺はいっぱいありますが、とりあえず、HTML っていうのはウェブページ。インターネットの、ウェブページを記述されるための、形式です。で、今回、今回の授業でやるのは、実はその次にあります、マークダウンとリストラクチャードテキストという、ちょっと実習で
やってみたいと思ってます。で、マークアップ言語っていうのは文章の論理構造と修飾情報っていうんだっけ？修飾情報って結局文章がポッとあったときに、例えば文字の大きさが違うとか段落がついてるとか、それによってど、あの章、章に分かれてるとかっていうようなとき、じゃあその時どういうフォントにしましょうとか大きさにしましょうとかっていうような情報があって、論理構造はまあ文章がどういう章立てになってるとか、タイトルとサブタイトルと、要するにサブサブタイトルみたいな感じで、いくつかのその文章の論理構造が入ってるんですね。それと、ページ、要するに文章のデータって文字があって、その文字が例えばどういう章立てになってるのかって話と、どういう章だったら、なんていうかな、どのくらいの、章のタイトルはどのくらいの文字で、章の本文は、どのくらいの大きさの文字とか、あと、なんていうかな、ゴシック体とか明朝体とかって、フォント。文字をどういうその文字の種類で印刷するのか、表示するのかというようなことが、記述が必要になっています。で、その時に、例えば、同じデータを印刷にやった場合とか、いわゆるホームページとか、コンピューターが画面に出す場合でも、もう微妙にやり方が違ったりするので、そういうのをこのマークアップ言語というのが、いろいろ、吸収してくれます。で、いろんなものができます。あと、まあ、修飾情報って言いまして、なんていうか、そういう文字の飾りだとか大きさの情報を、実は印刷するって言った場合でも、プリンターの種類によっていろいろ違ったりとか、画面に出す場合とプリンターに出す場合とどう違うのかっていういろいろなものを、吸収してくれるのがマークアップ、吸収というか、記述をしてができるのがマークアップ言語になります。で、先ほど言いましたね、マークアップで言語に何種類かいうものがあります。で、そのマークアップとマークダウンっていうのは いろいろあるんですけど、マークダウンっていうのはマークアップ言語の一つの、種類の、名前でして、GitHub という、いわゆる、データの、デジタルの、例えば、コンピューターのソースコードですとか文章とかを、みんなで共同編集したり、発表したりするようにするためのシステムがあるんですけど、そういうようなところで、での標準的な文章の書き方の、やり方がマークダウンというのがあります。ですので、どうも古橋研究室では、このマークダウンの技法ができないと、どうもやっていけないというような感じなんうちのゼミのレポートはもう全部マークダウンで書かせて。です。もし、古橋ゼミで頑張るという人は、これは必須の、情報です。あと、まあ最近の学生で割と例えばの、あのメモアプリでノートとかってあると思う。あ、ノートじゃないか。ノーションだ。ノーションとか、あと、この画面にもあるキータとかってこう、いろいろブログを書いたりメモを書いたりするツールも、ほぼほぼ今、マークダウンがデフォルトになってきてるものが増えている。はい。そういった意味で、多分、普段意識してなくても、実は、ノーション使ってるだけで、実は裏側ではマークダウン使われてたりします。ので、はい。これからマークダウン必須かなと思ってます。ですんで、どうも古橋ゼミにいると、マークダウンを知らないとちょっとそうですね。いけないんじゃないかなというふうに思います。はい。いろいろ練習してみてください。で、もう一つが、これは古橋ゼミで必須ではないのですないが、です。ないです。テキストという、やつをちょっと今回やっていただく、少しやっていただくと面白いかなと思って、ちょっと用意しております。リストラクチャードテキストっていうのは、実はその、スフィンクスっていう電子文書フレームワークがあって、これで利用している、マークアップ言語です。で、もともとは Python のソースコードをやってたものなんですが、
実は、このリストラクチャードテキストをウェブページで使ってる例、技術系、あと GI、あの、コン、あの、地理系の、ところの、ページで使ってる例がものすごくたくさんあります。例えばですね、今回いろいろ、ちょっと実習で用意しています。QGIS というソフトウェアと、あと GDAL というソフトウェアがあるんですけど、これの、公式ページのテキストは実はスフィンクスで作成されています。やっぱそのさっき言いましたスフィンクスっていうのは、このレストラクチャードテキストという形式で作ってますので、そういう意味で、これだけじゃなくて、結構今、このリストラクチャード、スフィンクスで、サイトとかで、文章を作っているところがものすごくたくさん、オープンソースのプロジェクトでは増えているので、知っておいてもいいんじゃないかなと思って、ちょっと今回授業の中に入れております。で、スフィンクスはさまざまな形式で、文章の、せい、あの出力が可能です。HTML、LaTeX、PDF、Unix、Help、EPUB というような、要するにスフィンクスでデータを、文章を作ると、いろんな出力が可能です。また、ちょっと、ここには書いてませんが、さっきありました、マークダウン。マークダウンと、リストラクチャードテキストの間の、コンバーターもありますので、そういう意味では、例えばどっちかで作って、どっちかに、変換してやるということも可能です。フラッシュゼブラだと多分この、マークダウンにまず強くならなきゃいけないような感じなので。マークダウンにすごく強くなって、必要に応じて、このレストラクチャードテキストに変換が必要になったら、そういう変換システムを使って変換してみるっていうやり方を覚えてもいいと思いますんで、まずは、古橋攻めで生きるためには、マークダウンに強い。詳しくなる。これがまず、必要なんだけど、他にもこういうものがあるよというのをちょっと知っておいた方がいいです。で、もう一つやるのが、今回、やるのが、とりあえず QGIS のまず、いろいろな英語で出ている文章とか、まだ日本語の、QGIS は翻訳率がものすごくもう高いんですけれど、まだに日本語になってない文章があるので、そこに入っているドキュメントで翻訳されてないものをまず翻訳してみましょうっていうのを、今回、授業の中に入れております。で、それで、トランジフィックスっていう、ウェブ上で分担して翻訳するシステムがあります。ですので、まず最初は、これのアカウントを作って、この上で何か翻訳作業をやってみるっていうのを、体験していただきたいなと思ってます。実は、翻訳ソフト、翻訳作業をやる場合、翻訳ソフトウェアの機能を理解しないと翻訳、つまり QGIS の翻訳をやるって言った場合、QGIS、英語をそのまま日本語に直すっていうのもいいんだけど、QGIS のこの機能ってどういう意味なんだろうっていうのが分からないと翻訳の正しさが分からないと思います。あと、こっちの今、GDAL、QGIS は日本語の情報がすごくいっぱいありますが、こちらの GDAL っていうのは日本語の情報がものすごく少ないので、これは一体何をやるソフトウェアなんだろうということをちょっと理解しなきゃいけないです。ですので、本講座ではそういう意味では QGIS と GDAL の基本的な機能について理解するため、ちょっと、そのソフトウェアを動かしてみるような実習の時間を、1コマぐらい取りたいと思っております。この辺、すごいどちらもデジタルの空間情報を扱うための基本的なソフトウェアなんで、で重要なのが、あとその機能の理解と同様に、デジタルの空間データって、そのものすごい、なぜだか分からないけど、ものすごいデータの種類がたくさんあります。で、そういうデータの種類がたくさんあるのを、どう使ったらいいかっていうのが基本的なところ
の、まあ、入門みたいな感じで、ちょっとこの辺を触れていただくといいなというふうに思っております。で、まあ、ただこれは、まあ、翻訳の話と同時に、それの機能とかデータの形式とかっていうのの、まあ、結局、日本語情報の探し方と英語情報の探し方に慣れてもらうといいなというふうに思ってますので、そういうのを、いろいろ試してみてください。で、いろいろやり方が分かんないときは、ぜひ周りに聞くなり、古橋先生に聞くなり、私に聞くなりというのをやってくれるといいと思ってます。もう休日も G ダルも本当に超有名なツールであり、まあ、かつあれですよね。G ダルはもうデータのコンバータとしてよく使われているので、まあ、QGIS の中でも使われていたりとか、というところですごく G ダルが翻訳されていくと、G ダルを使ったさまざまなツールに、まあ、生かされていくのかなというふうに思います。結構 Google Earth の裏でも G ダル動いてるんで、実は、すごく、ArcGIS でも動いてますけど、G ダルって本当にいろんなツールで使われてるので、今回触れてみるのはすごくありかなと思います。ぜひいろいろやってます。ですんで、一つは、これはちょっと大学の方に出してます、達成目標ですが、まあ、QGIS、G ダルの機能の理解と文書の翻訳方法を知ること。あと、まあ、その辺が、全部オープンソースソフトウェアなんで、コミュニティによって作られてますので、そういうのがどういう活動があって、どういう、まあ、できたらそういうのに自分に必要なものがあったら接触できるようなやり方だとか、いろいろ聞いていただければいろいろできます。あと、トランジフェックスっていう翻訳さ、ウェブサービスをちょっと使いますので、それの利用方法をちょっと慣れていただくといいかなと思います。それと、スフィンクスの仕組みをちょっと、理解していただくと、いろいろこれから出てくるとき、便利だと思います。また、これが、は、えーっと、あのー、GitHub でのマークダウンの文章の、作成、公開、共同編集の方法を理解。それと、オープンソース、まあ、そういう意味では、オープンソースソフトウェアの、維持普及活動っていうのは、プログラムを書くことも重要なんですけど、こういう文章を作る。それを共同作業でやってみる。それでその結果を、みんなで共有できるようにしていく。っていうその一部をちょっと体験して、オープンソースって、まあ、いろんな人がやってるけど、自分でも参加できたり、貢献できたりすることがあるし、それによって、また自分が作りたいものをみんなと共同してできる、作る作業にも参加できるかもしれないみたいな。それと、あとはデジタル空間情報関連の、そのデータ操作について。英単語や英文の読解になれる。このあたりを、ちょっとでも、この授業で、体験して、少し、この辺の能力を、基礎部分を積み上げていただけるように使っていただけると嬉しいなと思ってます。一体このようなことです。いかがでしょう。ありがとうございます。今回のこの授業は、試験はない。はないですので、一応、こういう翻訳作業を、途中で、2回ぐらい、いろいろ疑問点なりどういうのができたとか、発表していただく予あとは毎回課題が出てくるという。定で。毎回というか、一応課題といいますか、課題を出して発表してもいただくのは、中間に1回、最後に1回の予定でございますので、まあ、どこまでどういうふうにできているのかみたいなのを、いろいろ発表していただきたいなと思っております。わかりました。じゃあ、細かな、こう、作業のところを、こう、毎回提出するというよりも、その発表に向けて、それぞれ準備していくみたいな形。で、その途中にいろいろ何ていうか、まあ、
がない、あ、まあ、例えばいろんな翻訳、実際にその翻訳作業を分担してやっていただくとか、あとまあちょっと、なんだっけな、マークダウンをちょっとどういうふうにやろうかっていうのをちょっとまだ、検討中なんですけれど、これを何か、ドキュメントを作る作業っていうのを、少し考えなきゃいけないと思ってますが、そういうものを途中で、翻訳関連は、用意されている翻訳作業を、分担してやっていただいて、それの結果と、それをやるにあたって、何が分かったとか、どこでつまずいたとか、いや、もっとこうした方がいいんじゃないかとかっていうような、お話を皆さんにできればなという。ですんで、主要な、評価は、やっぱりそこのさ、途中1回、最後1回の発表です。はい、それをきちんとまずやるということと、まあ、毎回授業に参加した上で、技術的なやり方を学んでいくということですね。なので、逆に言うと、もう、この授業が終わると、もう、受講生の学生は、QGIS と、GDAL の日本語訳をやったという実績もついてくるってなので、堂々と、まあ、今時の学生は就職活動のエントリーシートに何を書くかっていうことを悩むわけですけど、大学3年生なんかはもうそういう意味で言うと履歴書にどう書けるかなみたいなところはすごく重要になってくるので、はい、これちゃんと授業をやれば、オープンソースの GIS 通路の日本語化をに貢献しましたというのを堂々と言えるというところが大きいですね。QGIS については翻訳の成果がたくさんあるので、いろんな前の成果をいろいろ見習ってやればいいと思いますけど、GDAL の方は、本文の翻訳がほとんどないので、これをいろいろやって名前を残すと、分かる企業とか分かるところに対してはすごいアピールになります。ありますね、多分 GDAL の日本語化やりましたっていうのはなかなかというか、まあ、今ほぼそういう人がいないっていう意味では、これを今やることによってすごく存在感が出てくるのは間違いないですね。とにかくね、ArcGIS でも何でも GDAL は使ってますんで、そうですね。なくても、要するに世の中のその空間情報を扱うコンピューターのところで、GDAL の翻訳は、ほとんど俺が5万行やったんぜ、だですねとかって言うと、ものすごい、すごい人というふうに見られるから見られますね。まあ、そういう意味で言うと、さっきの Google Earth でも使われてるから、まあ、Google に就職チャレンジする場合も、一つの宣伝文句として、Google 側が理解するかどうか置いといても、はい、Google Earth の中で動いてる GDAL の日本語をやったみたいなところは、アピールポイントになるかもしれないですね。とにかくこれは莫大な量の日本語化されてない、こういうソフトウェアなり、空間情報系のドキュメントが実は世の中にはあるんで、それをに対してちょっとでも日本語化ができるかどうかみたいなところをチャレンジしたというところが大きいと思います。はい。ちなみに、ちょっと脱線するんですけど、休日のハックフェスって、スカラーシップみたいな学生に対して旅費を補助するみたいなのってはないんでしたっけ？ハックフェスはない。はい。じゃあ、OSGO の放送時カンファレンスの方のスカラーシップになるのかな？なるほど。なので、はい。本体はありますあね。りますね。はい。なので、今回のこう経験を、まあ、売りにして、グローバルの年に1回の国際会議と、あとアジアもリージョナルな、ホッソージアジアというカンファレンスが、去年は12月に、ソウルでありましたけども、そういった国際会議の中では、結構学生とか若い人に対して旅費の補助っていうものをやってるスカラシップがあるんですけども、そこに日本語、休日とか GDAL の日本語からやりましたっていうアピールポイントを書いて応募すると、今年は、
そうじゃあ、ブラジルだ。12月ブラジルですね。ブラジルにもしかしたら旅費を補助していけるかもしれないっていう、特典がつくかもしれないですね。ブラジルはちょっとお金がかかりそうですね。そう。アジアはまだ場所は決まる。あ、タイだ。バンコクですね。バンコクで、だから、ブラジルの1週間ぐらい前です。そうですね。なので、バンコクもしくはブラジルを狙うっていうのは、この授業をやった次のステップにはありかな、なんていうふうにも思ったりします。そういうところに行って、ぜひその、海外の、人たちと知り合いになるというのが重要ですので。山本先生、あれですよね、2018年の、放送時アジアカンファレンスの、スリランカの時にアワードを取られて、まあ、それがまさにその、QGIS の、多言語化、国際化っていうところで、貢献されたので、もうアワードを取った後、スリランカの学生たちに写真一緒に撮ってくれって、すごい 大人気だったのを覚えてます。ぜひそういうところと海外で同じようなことをやってる人たちのお友達もできると思いますので、ぜひ人脈を広げてみるとか、お友達を増やしてみる。で、あと、まあ、そういう意味では、いろいろなそういうソフトウェアなりデータ、空間データの利用例っていうのは、国内だけじゃなくて、海外の事例がものすごくたくさんありますので、そういうのを知るためのきっかけとして、ぜひ、こういう作業をやっていただけると面白いと思います。はい。ということで、今回はオンデマンドのガイダンスではありましたが、次回はもうリアル対面で相模原キャンパスで、スタートするという形になってます。お願いします。はい。ぜひ、教室に。まだ学生さんは履修登録とかまだしてない。そうです。このガイダンスを見た上で決めていくって形なので、はい、今これを見ている学生はどうしようかなって考えて、これから履修登録っていう形です。はい、なので、その後結果何人になるかっていうのは、ちょっと我々も蓋を開けてみないとわからないっていうところです。はい、ぜひこれを見て、したら、なんとか、そうですね、大学で教えるというのが、あまり機会がないので、国土交通大学校とかそういうところはありますけど、普通の大学生に教えるというのが、すごく久しぶりでほぼやったことがないみたいな感じで、ちょっといろいろうまくいかないところもいっぱいあるかもしれませんが、そういうのも含めてお付き合いいただけるとありがたいです。はい。あとあれですね。実際授業を受けるときには自分のノート PC を持ってきて、もらうという形がいいかなと思います。教室にもあったりしますし、場合によってはフロア試験機室からノート PC 貸すこともできますけど、基本的には自分の PC で作業していくということで、まあ、Windows、Mac どちらも、休日、ジダルとも動きますし、Transifex ブラウザで使うという形で、基本的にはどの OS でも対応できると思います。亀先生の授業って、何曜日の何限でしたっけ？もう決まって確定でした。曜日でも確定してますよ。確か確定でいただいてます。はい。すみません、僕はちゃんとチェックしてなかったんですけど、何曜日かって今わかります？木曜日の一限です。はい。あ、朝一限ですね。はい、なので、なかなか朝、頑張ってきてねと。いうところはありますが、頑張っておきましょう。はい。実際は、いわゆるこういうデータを、翻訳のデータを用意して、それで加工して、成果物はデジタルなんで、まあ、もし朝遅れても、最終的にものができてればなんとかなるな。まあ、そのあたりはちゃんと成果物さえ出せばというところ、そこを忘れずに出していくということが重要かなと
思います。朝寝てても、まあ、あんまり寝てると気分は良くないですけど、いやいや、ダメです。それはダメです。特に。最終的にちょっとなんとか頑張れば、このデジタルの成果を出しておいてください。はい。ちゃんと話を聞いて、ちゃんとスキルを身につけて、ちゃんと成果物を出すということでないと単位は上げられませんので、という形で。ただ、まあ、わからないことは遠慮なく、加山先生も本当に長年の経験と知識があるというところと、まあ、古橋もサポートしますので、はい、そんなところがあれば遠慮なく何でも聞いてください。はい、加山先生、今年のブラジル行くんですか？オープンソースの。いや、ブラジルは今のところ考えてないです。じゃあ、バンコクの方行きます。バンコクは今よ、なるほど。ものがあるので、予定しておりますが、もう会社員を辞めて、会社からの派遣ができなくなったので、なるほど。何か他のプロジェクトを作るか。まあ、それこそスカラーシップじゃないですけど、なんか、はい、いろんな手を考えつつ、逆に言うと、ぜひ。単位のバンコクに加山先生と一緒に行く学生、生きのいい学生が出てくるといいですね。なんかもしこういうそのデジタルドキュメントの、なんていうか翻訳作業はこう大変だったとか楽しかったとかっていうのを発表するのでもいいかもしれません。そうですね。はい、もう加山先生の弟子だって言える 学生がいっぱい増えるといいなと思ってます。はい、ということで、なんだかんだ1時間ぐらいになりましたが、はい。では、はい、あると思います。15週、まあ、これも含めて15週ですけども、今年度からよろしくお願いいたします。では、一旦ガイダンスの方は終了という形で、ここまで。はい。はい、じゃあ、お疲れ様でした。